皆さん、お疲れ様でした。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月の4日、21時37分、先ほど、試合が終了しましたけども、ホームページ、淡井圭介の歴の100番に記載している通り、私の読みでは、ミスジャッジで、2回の表のファールを、ツーベースに審判がしてしまって、誤りの失点、5失点っていう形に逆になる。試合がひっくり返るっていう話。阪神タイガースは多分5対1で勝ってる試合ですね。無理やり5審、あのね、後から、まあこれもね、本当にこれ審判団とかの人たちとか、プロ野球界の人たちも全員、オーナーの人たちも含めて、前の試合で近本選手がセカンドへの、中野選手が打ったゴロだったか、もしアウトになってたら違うバッターがゴロを打ってる形になりますので、追いタッチになった時にね、2回ヘルメットが揺れてない映像が出てるんですよ。で、その後、最後の VTR はヘルメットが揺れてる。グローブがね、キャッチしたグローブ、守備のセカンドの人、オリックスバファローズの、タッチした時にヘルメットが揺れてるんですよ。だから、正直これね、昔からもそういう、二通りのパターンが出てきてるから、どちらにしても答えは映像加工されてるんですよ。いや、だからアウトで本当にヘルメットに当たっていたとしても、ね、2回ヘルメットに当たってない映像が流れてるでしょ。最初ヘルメットに当たったとしても、それももともと、だからヘルメットに当たってなかったケースの場合は、その2回出してる VTR。だから、ちょっと僕は目線離しましたけども、その時に、ヘルメットが揺れていない、ヘルメットに多分タッチしたように見えるような映像が多分出てます。だから、この間記載してた文章では、正直、状況を見る限りね、肩の可動域で、キャッチしてるのはこの辺りで、そのままタッチしに行ってるから、走ってスライディングしてる状態って結構早いんですよ。それ、後から追いかけて、肩回るかって言ったら無理だろうっていうこと、これ、他の球団でも発生してるんですよ。今までの、何十年前から。だから、審判のね、ジャッジ、一番近いところにいたから、迷った後にセーフっていう判定をしたのは、多分それで正解だと思うんですよ。で、糸井元選手が解説席でヘルメットが揺れたように見えたっていう声が聞こえてきてるんですね。ただ、正直それもね、映像でワイプとかで解説席で口が動いてるかどうかまで確認しなかったら、本人が言ってるかどうかわからない。これが本当に。これが今の現代社会で、こう近日、アップルさんに電話をかけて、アップルサポートさんに、電話をかけたときに、自分の、メールアドレスを、正確に R ってかなりはっきり言ってるのに、相手は聞き取れてないんですね。で、それ何が起きてるかって言ったら、多分、相手は違う言語を聞かされてる。これもはっきりわかるんですよ。っていうのは僕は聞いていて、喋ってる人が、例えばね、その後引き継いでもらった写真関係の担当の、アプリのね、写真とか、ああいったところの、専門の、部署の人に電話を引き継いでもらったとき、藤原さんっていう男性だったんですけども、その人喋ってるときに、別の人の声に変わってるんですよ。それ再生したらそうなってるから、別の人が出てきたのかなとかもあるし、これ、20歳ぐらいの頃に教えてもらったんですけどね、それ言われてからだったと思うんですけども、裁判所の人に。法律名と第何条まで記載しないで書類を提出してきたら、電話した時に答えてきた声が怖い声に聞こえるって。多分、裁判所の人だから、相手を威嚇するような、その強い口調でね、こう脅すような口調でもうなんか言わない。絶対考えられない。それは多分それコンピューター変換されてる。でとりあえずもう僕分かってるから、長谷川なんとかだって、ああこの人の名前聞いたことある、ああ同じ裁判官だ、よかったよかったと思って、
受け答えしてる、多分それも録音してたとは思うんですけども、ご本人たちがね、一回聞いてみたらびっくりすると思います。聞いてる相手がこんな風に聞こえてたんだって。ただ、その内容まで表に出した時に、映像、音声まで加工されたら、正直どうしようもないでしょう。だから僕は、今日の試合でこだわるのであれば、僕は試合始まる前にお手洗いのことを考えたんですよ。18時30分ぐらいから試合開始だったでしょ。で、それをオリックスバファローズの選手がね、たくさんグラウンドに出ていって、杉本選手がお手洗いって聞こえてるでしょ。このパターン、前からオリックスバファローズの人たちであるんです。これもともとオリックスの時からじゃありませんでしたっけ？で、阪神タイガースの選手はね、ベンチにすらいなかったでしょう。これなんかお決まりのパターンで何か。皆さんどう思います？同じ現象起きてるんですよ。いや、だからね、正直、打った時の瞬間に、あ、これファールだなって分かりました。で、さらに、VTR が出てきた時に、ボールがね、だいぶ、回転がかかっていて、さらに、フェアゾーンの線から切れていく。まあ、要するに外れていくっていう方ですね。だいぶ、ね、映像を見る限りはそうじゃないですか。で、打った時も多分そういうような形になって、だいたい今までの打球見たらそうだから、だから、それでも、ツーベースの試合続行されたから、試合がひっくり返ってる。誤りの失点、5失点、阪神タイガースにはなしですよって僕言って試合始めてるんですもん。だこれ、変でしょ？ずっと。だこんな仕組みで社会全体が動いてるんだったら、もうアップルさんの例で例えましたから、他にもいっぱいある。他にも。その再生聞いていろいろ指摘されたら、もうみんなびっくりするから。こんなにたくさんあったのかと。これ社会全体でね、こんな形で動いていたら、道理で長い間ね、自然再生可能エネルギーの、まあ、水力発電として扱ってもいいんですけども、河川水門開閉式ダム発電とか、地下水流トンネル発電とか、かまど発電とか、マグマ発電とか、道理で物事動かないなっていうことになるでしょう。ね。僕だけなんか、僕たちと言ってもいいかもしれない、阪神タイガース。不利なルール与えられてません。ね。変でしょ、ずっと。じゃあ、自分じゃない誰かが失敗して物事がひっくり返されるんでしょ？逆じゃない話って。損害賠償。ルール法律、裁判所。だから募集試合って書いてます。もうそれ分かった時点で。100万、100万。あの時に何らかの対処を審判が言わなきゃならないんじゃないですか。だからそこにお金があるから次の試合まで、もつれさせようと考えてしまいました。はっきり言いますよ。喋らなきゃ無理な時は無理ですって。もともと喋らなきゃ無理なんだから、本当は。いや、だから実際の社会。じゃあね、普通に人と人同士が対面して、全くお互いに喋らないで、心の中で思ったり、頭の中で考えたりして、会話できます？無理でしょう。むしろ喋らなきゃならないの話なんですよ。国会議員、総理とか分かってるから、僕はテレビに向かって喋る方法っていうのは、総理は今のお前のままでいいって大声で、許可出してるんですよ。ね。ってなると、じゃあそこまで全部が全部、審判団の人たちが一回グラウンドの中心に集まってくれてたでしょ。ファールゾーン、天井の中に入った時。あれね、画面すぐに変えられるから、追いつかないんですよ。絶対に。で、オリックスの選手映されるでしょ？じゃあ正解がオリックスの方に行くでしょ？実際ファール。僕は言った。もうずーっと同じことの繰り返し。ね？ひどい挑発行為。もうこれ、はっきりで。集団暴行だって虐待。完全に。何十年も。プロ野球界として。もうだからもう、日本だけじゃなくなってるから、本当は。だそこをね、ちょっと大真面目に皆さん考えてもらわなかったら、どう考えても1950年からの優勝回数、まあ球団創立時とかもある程度入れてあげなかった楽天なんかどうしようもないでしょ。もう今シーズンなくなっちゃいましたけども、優勝は。ね。
何とかしてあげなかったら無理なものは無理なんだから、その一方的に負けてたところはやっぱり不利なルールを与えられていた。やっぱりこの考え方で合ってるんですよ。だそこみんな試合始まる前から言わないと、自分たちで声に出してお互いに確認して、だから審判とかもそういう方向に物事が進むんですって。だからそれは自然再生可能エネルギーとか水力発電とかの、だから蒲田発電とかもあるから、マグマ発電とかも、だからそこはどこに分類されるか分かりません。で、それらが進まなかったのも、だから安倍さんも、2021年12月2日18時30分頃に僕の家の自宅の、すぐ近くにシーマという車種の車、後から、思い出して、乗って現れて、車から降りてきて僕に声かけれなかったんですよ。任期の一番長かった総理ですらですよ。だその状況を皆さん頭にお腹に入って試合できてますかっていうことなんですよ。だここで阪神タイガースが優勝できなかったら何もかもが崩れる可能性がある。本当に優勝っていうのは日本一、本当に分かります。皆さん自分たちも置かれている状況、これもしかして試合中に僕は言わなきゃなんない。一応明日同じようなことを言おうかなと思ってるんですけども、この動画のアップロードを明日にすれば結局明日言ったことになる。で、誰かが確認する。これにしましょう。その方向で進めます。多分試合中に言うと思うんですけども、画面コロ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 変わったらね、聞こえてないんでしょう。正直。全部が全部。じゃあ結局切り取りでしょう。ね、元タブって言ったら、オリックス、バッファローズ。オリックス。まあ、絶対バッファローズもついてくる。本拠地、大阪ドーム、近鉄。電車の運賃。プラスアルファ。ね。カジノを、ね。今、アメリカのコンピューターが世界ナンバーワン。アメリカの会社からカジノ誘われてる。ね。だから、何でもかんでもアメリカがナンバーワンだったら困るんですよ。で、アメリカとしても、それ多分最終的に困る話になるから、エネルギーの残存量問題で、余分にそんなものを作られたら困るっていう話なんですよ。だって世界中で人口は少子化していて、カジノの会社としてもアメリカで大赤字出してね、ものすごい叱られてるのにね、中国にもカジノあるでしょ、フィリピンだってもうすでにカジノあるんだから、日本でカジノなんか作ったら世界中その近隣の国で少子化になってるのに、お互いの国にさらにお客さんいなくなるでしょ。一つの国として考えるから話の的が外れてしまうのであって、世界全体で見た時にどうかっていうレベルまで話物事見れなきゃならないんですよ。カジノの話もそうだし、エネルギーの残存量問題、その自然再生、河川水門外式玉発電とかね、その辺は全てを含めて、だから誰かが意地張ってる場合じゃない。僕に電話かける件もそうなんですけど、本当にだから自分たちで多分首を絞めてる部分がある。だからプロ野球業界自体がですよ、僕にみんなお金払っていたら、こんなこといちいち言われなくて済んでたでしょ。じゃあ嫌な思いしなくて済んでるじゃないですか。誰かにいつかそれ言われるんだから。でしょ？だから仮にオリックス・バファローズが優勝しても心地よい気分になれます？最後に残った時、冷静に考えた時、いくら騒いでみたってちゃんと冷静な自分取り戻さなかったら人生めちゃくちゃになるんだから、冷静に考えたら俺たちいつまであの人にひどい虐待してたんだろうって、ね、日本代表に選ばれた人たちいるでしょ、それも含めて。で、オリックスが優勝日本一の件に関して、精神病院に入院させられた時、東大目指してる兵庫県のね、兵庫高校にいた男の子、両親が教師、オリックスファンなんですって言ってたんですよ。オリックスバファローズファンなんですって。なかなか優勝しなくてって。だからそれは数年前のことで、その後日本一になってるんですよ。これは単純に僕と立場としても、それ考えるじゃないですか。ある程度、特に順位が良いとき。これもうオリックス・バファローズがあって、その年はね。けど今年違うんだから。もうそれ使っちゃった。去年に。
だそこまで行くと正直一般人の人たち全てばらされたらばらされるときはばらされる、ばらされています。で、昔原監督はそれで今の監督時代じゃないんですよ、だいぶ前の頃の監督の時、球場で平謝りになってましたね。だ人としてどうかっていうところをみんな自分たちで重要視してもらわなかったら、自分から言わないと、打った杉本選手も、いや今の多分ファールだと思いますって、やっぱり普通そうでしょう。その辺のところみんな分かってるかなっていうことなんですよ。正直言いますよ、国際戦で昔のサッカーだったかな、何のスポーツだったか忘れましたけども、別の国のなんかちょっといろいろ見てきてって、なんか悪いところって言うからって通報でって、やっぱりそれで勝ってましたから、相手のリーグのとか。でそれなかったら世の中まともに統治できないっていうことになってくるんですよ、結局のところ。関わってるファンの数が多いから、そういうところを見せつけておかないとならないからね。もともとこの国もともとむちゃくちゃだったんだから、やっぱりそういうことになるんですよ。売春防止法できたのは1956年、それまでどれだけむちゃくちゃだった国かもう分かるでしょ。僕がホームページに記載してる今日のね、警察官とかの捕まったりしてる事件、変なのいっぱいあるでしょ。今年発生したやつじゃないかもしれない。今までの本当にあった件を、だって名前はっきり出てますもの。で、多い時一日いろんな各都道府県でね、3件上がってきたりとか、一つの画面だけで。それ日付見てもらったら分かります。びっくりしますから、本当に。普通はびっくりする。それでびっくりしなかった方が、だからその僕としては判例の一覧表が欲しいって言ってるんですけども、これ多分ね、僕はこう自分で打ち込んだりして、その判例の、ね、一覧表を作らせてるんじゃないかなとか、そう思うんですよ。そういうインターネットの記事、ね、で、テレビのニュースも報道機関、それにちゃんと合わせて放送本当にしてるから、警察官云々の捕まってる件。本当に当時とかだとあり得るだろうし、だって僕は秀和株式会社で長時間労働を支えられてた時、店長が警察官で、その翌年店長と課長も警察官。これね、その秀和株式会社の矢野秀明さんももしかしたら警察官してた時期もあったりとか、警察官かもしれない。副業はしちゃダメだから、潜入捜査官みたいな形で、さらに自分たちで長時間労働させてどうするんですかっていう話になるんですよ。あの仕事は週4日の勤務で、現場を8時までに終わらせなかったら絶対無理ですよ。一月の労働時間220時間の話。もう週4日でも、結構な労働時間になりますからね。昔の現場は9時から9時の場合、朝 の, 早い時7時半に出勤させられてたんですよ。で、帰って、次の日の灯油積んだりみんなでするから、待ってる間に、事務関係のその日の、売上とかいろんなものを記載して、で灯油券とか数えて、用紙に記入して、結構それ時間ある程度はかかります。5分10分なりで、灯油積み終わって、車を止めたら、タンクローリーを止めたら、まあ、順番にね、まあ、基本的に流れ作業みたいな形で、すぐにみんなパソコン、1台のパソコンを、一般の従業員が使って、パソコンを打ち込んで、で、お金を入金していくから、流れ作業みたいな形で、誰か遅かったら詰まっちゃうんですよね。で、帰るのが早くって、22時30分ぐらい。それで早い方、遠いところを行かされている人は絶対そうなります。帰ってくるの、現場が9時で終わったら、帰ってくるまで、北神戸店に帰、まあ、北神戸店に勤めてたんですけど、北神戸店に帰ってきた時点で、だって22時とかなりますもん。だって僕なんか稲川の方まで行かされてたんですよ。川西市。もうほとんどそこ、大阪とか、
それ以上上行ったら京都府の上の方。ちょっとね、全然違う話が混ざってしまって申し訳ないんですけども、以上です。皆さん、お疲れ様でした。僕の時間軸でいくと、まあけど、この YouTube アップロードされてるのは5日のはずですから、こういうふうな言い方しておきましょうか。11月5日、しっかりと阪神タイガース日本一、狙って、皆さん、頑張りましょう。ご対応のほどよろしくお願いします。本当、だから審判の一つのジャッジで、もう点数見たら分かるでしょ。あいまいの失点、5失点なしですよって言ってるのに、ミスジャッジ一つで、あいまいの失点、5失点、阪神タイガースが。本当は多分阪神タイガースが5点入ってる。まあ、この点数、11月5日に返してくださいよっていうことになります。で、あともう一つは、両チームで結局ガム噛んでる選手一人一人出すんだったら意味ないし、そもそもみんなが見てる前だからガム食べちゃダメです。僕の場合は、本当にそんなに長時間労働本当にさせられていたから、本当もうフラフラになりながら居眠り運転とかになってしまってたから、だから眠気覚まし の, あのガムとかこれが効力あるとか聞いたから、それ帰り無理やり噛みたくないガムを噛みながらね、北高弁店帰ってきたんですよ。そしたらガムを噛む行為っていうのはひどい挑発行為になりますよね。それあんまり長い間続けてきたら、みんな、それみんなで集団暴行してるのと同じですよ。ガムだけでですよ。じゃあ他の件合わせたらどうなるんですって。でしょ？だからちょっと、まあ、この社会全般のことで、本当にね、みんな、だが外れすぎ、ちょっとしたことでガム噛みすぎ、本当に。だからその理由は一体何なのか僕には分からないんです。何理由で噛んでるのか。自分たちでそういうことは分かってるはずなんですよ。ガム噛んじゃダメだってテレビ出るのにね。けどこれ何回か言ってても、結局ガム噛んじゃうんでしょう。あれ何なんです？まあ、僕も理由分からない。大人として思い当たるようなところ分からないから。以上です。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いします。チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がもし分からなかったら、まあ、一時停止今してもらってメモしましょう。まあ、身の回りの人に聞いていただいたり、販売店、購入者のお店で聞いてください。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。